新州諏訪味噌天丼提供イメージ新州諏訪味噌天丼会加盟提供店舗の目印となるのぼり新州諏訪味噌天丼は長野県諏訪市内の飲食店を中心に提供されているご当地天丼当初は新州味噌天丼の名称でその後新州諏訪味噌天丼に改称された具材に新州すなわち 品の国産の食材を一品以上と、新州味噌の有力産地で多くの味噌造がある、諏訪地域の味噌をタレに使うことが条件である。諏訪市内店舗を主体に、新州諏訪味噌店と会を組織している。2018年時点の参加店は13店。また、新州、天竜川丼街道の会に加盟。2003年、諏訪市で地域おこしを主導する。 諏訪タウンマネージメント期間内に食を切り口に考える資源開発部会が設置され、初代部会長伊藤康志明が地域の人が地域のお店に出かけるきっかけにと発案した。2003年から2005年にかけて様々な試作やイベントなどでの試食を経て調理担当部員であった宮坂優子が味噌ダレの基本レシピを考案。 2004年10月19日に行われた第8回郷土料理コンクールに出品。一般の部12作品の中から諏訪市観光協会長賞を受賞した。この受賞をきっかけに諏訪とも本部長だった宮坂良次が市内での提供を指示。翌年2005年2月16日に味噌天丼を実際に提供する店舗を募集する説明会を実施し、 18社27名が参加した。一方で、諏訪市や商工会議所首脳部は、時期尚早と一部反対し、予算執行を渋った。諏訪ともタウンマネジャーとして支援していた、柿崎国や事務局の長田敏夫が押し切る形で、発売日を決定。2005年3月4日に、当時14店舗が参加して、提供を開始した。発売当初は、資金難であり、 店舗に設置する、上り旗の制作費用20万円を捻出し制作。店頭に設置するパンフレットは自作した。その後、2009年には、参加店舗が主体となり、組織化することとなるにあたり、発祥である諏訪を名称に入れ、新州諏訪味噌天丼という名称で販売した。新州諏訪味噌天丼として、メニュー提供する場合には、新州諏訪の味噌を使用すること、 新州諏訪の食材を一品以上使用することという条件がある。また、蒸気条件を満たせば、姉妹品として、味噌カツ丼や味噌せんべい、味噌サブレなどの提供も可能である。名称利用などは無料。事務局への届け出が必要としている。天丼にかける味噌ダレについては、基本レシピを提供している。実際に提供する各店舗では、それぞれに、 独特のアレンジを施しており多種多様である。材料の例作り方みりん、酒を煮切り、砂糖、醤油、だしを加える。鍋底に味噌を塗り、火にかけて軽く焼く。1を加え、ごま油、刻み生姜、刻み、唐辛子を入れ、水溶き片栗粉で軽く、とろみをつける。当初開発過程の中で、地域の人に、地域のお店に来てほしいという狙いがあったため。 新州諏訪味噌天丼会としては、地域外の積極的なプロモーション活動を行っていない。一方で、地域食材の提供方法がユニークであったため、カミングアウトバラエティ、秘密の県民賞などの全国放送に取り上げられたり、長野県の観光 DC キャンペーンなどで扱われた。ありがとうございます。